経済同友会は政府に対し、 GoTo キャンペーンについて繁忙期である年末年始を避け、春休みや大型連休は割引率を下げて閑散期に重点的に実施するよう提言しました。また観光のデジタル化のため、資金面の助成と専門知識のある人材の登用や派遣体制の構築を求めています。一方、提言は宿泊や観光施設、飲食などの業界に対し、予約や会計などをすべてスマホでできるようデジタル化を進めるよう求めました。またどの施設が混んでいてどこが空いているかリアルタイムで把握できるシステムの普及を目指すよう提案しています。